はいどうもこんばんは、スパイです。本日はパンダスを工作化するライブラリー FireDAX というのを試してみたいと思います。こちらのですね FireDAX なんですけれども、 NEC 研究所さんというところが出しているパンダスの互換ライブラリーということになっておりまして、パンダスデータフレームのですね処理が高速化されるというようなライブラリーになっているということです。はい、一応はパンダスとの互換性があるということなので、パンダスのメソッドなどがまあそのまま使えるという形になっているようですね。はい、詳細につきましては、FireDAX のページありますので、こちらを見ていただければと思います。はい、ということで早速速度を試してみたいと思います。まず最初はインストール方法ですね。はい、今こちら Google コラボラトリーなんですけれども、一応 PIP インストールでインストールすることができます。はい、当然インストールしないと使えないのでご気をつけください。はい、こちらのインストール分でインストールが終わったら、今度は、読み込みに関してはですね、通常のインポート分というのがインポートパンダス as PD という形でインポートする形が多いと思いますが、そこにですね firedocs.pandas という形に変えるという形になります。はい、これだけでまあPD という変数が FireDAX の方に切り替わるという形になります。はい、今回はまあ通常のですね、Pandas と FireDAX で速度比較したいと思いましたので、こちらにですね速度比較用のコードを用意しました。はい、FireDAX Pandas の方は PD2 という形でまあ読み込むことにして、最初にですねデータフレームをパンダスのものと FireDAX のもので生成し分けます。はい、あとはいろいろなですね処理を継続するようなものをいろいろ定義して、まあ、実行するという形ですね。はい、ということで、いろんな処理をですねパンダスと DAX で、比較してみたいと思います。まず最初は1万件ぐらいですね。はい、実行をしてみたいと思います。まあ一瞬で終わりますね。はい、で、結果の方をですね、データフレームして表示してみたいと思います。はい、こんな感じになりました。はい、パンダスと DAX の処理がありまして、この軽くてるのが、まあ、一応は計算処理という感じですね。はい、データフレームの列と列を足し算する計算、差分というのが DAX2 側に対してですね、どれだけ速くなったか、DAX がパンダスに対して何倍速いかという数値になってます。1を超えていればまあ速くなっているということで、軽く処理は、1万件だと 1.4 倍という形ですね。ちょっと速くなったよと。で、リプレイサー文字列の置換をしていますが、こちらの置換はちょっと遅くなってみたいですね。はい、その他、フィルタリング処理、パンダスのデータフレームのデータに対してですね、その値でフィルターするような処理が、まあ、3倍速くなっていると。グループバイが7倍、ソートが6倍、ジョインも6倍という感じでしたね。はい、ただ、1万件だと最後ですね、フィル NA とドロップ NA、欠損値に対する処理の部分がちょっと遅くなってますね。3倍かかっているような結果になっちゃってました。はい、一応ですね何度か検証してみたんですが、件数によってですねかなり速度に差があるようです。データフレームの件数がちょっと少ないとあまり差がないかもしれません。ということで、先ほど1万件でしたが、今度は100万件でちょっとやってみたいと思います。はい、100万件にデータフレームを増やしてですね実行してみました。はい、これもまあ全体で2秒で終わるという感じですね。はい、で実行結果を出してみると、結果このようになりました。はい、リプレイス以外の処理に関してはみんな2倍以上速くなってますね。はい、特に速くなっているのがグループバイとソートの処理、あとはジョインやフィルターなんかも、2桁倍速くなっているようです。はい、一般的なパンダスの処理でよく行われるのが、まあ、演算処理ですね。数値の演算処理になるので、まあ、演算処理がこれだけ速くなっているというのはなかなかいいライブラリだなと思いました。ただ、文字列に関しては、まあ、速くなってはいなさそうだなという感じがしましたので、文字列処理が多いようなですね、毎処理をやる分には、まあ、元のパンダスとあまり変わらない
もしくはちょっと低下してしまう可能性はあるかなというところでした。はい、でフィル NA とドロップ NA ですが、先ほど1万件でやりましたが、まあ2倍と3倍ですね、100万件でやると2倍3倍ということで、まあ、件数が多いとメリットがあるよという感じになるので、大量のデータを扱うときはこちらの DAX の方に分があるのかなと思いました。はい、最後、まとめになりますが、数値計算はかなり高速化されているのが確認できました。文字列計算はもしかするとあまり変わらないか遅くなる可能性がありました。その他にもですね、いろいろな処理があるんですけれども、これを全部確認したわけではないですが、一応ですね、触れ込みではその他の処理も速くなっている部分あるよということでしたので、まあ、互換性とか実行結果全然違う結果になってしまうというような問題がなければ、まあ、この高速化のメリットは得られるのかなというところで、今回はですね、この NEC さんが開発された Pandas 互換ライブラリを使って、まあ、速度比較をやってみたという形になります。はい、結果としては以上となります。本日はここまでです。それでは。